皆さん、こんにちは。あかねです。今日は、頭を使った慣用句を5つ紹介します。前にも慣用句を紹介したことがあるので、興味がある方はご覧ください。では、始めます。1つ目、頭に来る。頭に来る。怒るという意味です。怒って、興奮している状態を表します。例えば、友達が約束の時間に3時間も遅れて頭に来た。友達が約束の時間に3時間も遅れて頭に来た。店の前で並んでいたら、割り込みされて頭に来た。店の前で並んでいたら割り込みされて頭に来た。割り込むというのは、並んでいる時に一番最後に並ばないで、並んでいる人の前に入ることです。よくないですね。二つ目、頭に入れる。頭に入れる。これは覚えるとか記憶するという意味です。この文法はよくテストに出るので、頭に入れておいてください。この文法はよくテストに出るので、頭に入れておいてください。一日のスケジュールを頭に入れておくと、仕事がしやすくなる。一日のスケジュールを頭に入れておくと、仕事がしやすくなる。三つ目は、頭が痛い。頭が痛い。これは本当に頭が痛い。頭痛の意味ももちろんありますが、心配しているとか悩んでいるという意味です。職場の人間関係がうまくいかなくて頭が痛い。職場の人間関係がうまくいかなくて頭が痛い。論文が全然進まなくて頭が痛い。論文が全然進まなくて頭が痛い。論文を書いていて、この後どうやって書けばいいのか悩んでいる様子です。四つ目、頭が切れる。頭が切れる。すぐにいい考えが思いついたり、問題をすぐに解決できる。頭の回転が速いという意味です。例えば、チームで1週間、考えてもいい方法が思いつかなかったのに、遠藤さんは1日で思いついた。本当に頭が切れる人だ。チームで1週間考えてもいい方法が思いつかなかったのに、遠藤さんは1日で思いついた。本当に頭が切れる人だ。中村さんは頭が切れるから、いつも上司から頼りにされている。中村さんは頭が切れるから、いつも上司から頼りにされている。最後5つ目、頭をひねる。頭をひねる。これはいろいろ考えてみたり工夫してみるという意味です。例えば、どんなに頭をひねってもこの問題の答えがわからなかった。どんなに頭をひねってもこの問題の答えがわからなかった。お客様にいい提案をするために昨日からずっと頭をひねっている。お客様にいい提案をするために昨日からずっと頭をひねっている。はい、今紹介した5つの慣用句を使った会話を紹介します。横田さん、どうしたの？何かあったの？実は田中部長と関係が悪くなっちゃって、今頭を抱えてるんだ。田中部長って、この前トラブルがあった時にチームのメンバーが2週間頭をひねっても解決できなかったことをすぐに解決した人？そうそう、田中部長は頭が切れるし尊敬できる人なんだけど、この前、最近太った？食べ過ぎじゃない？
って言われて、私、頭に来ちゃって、太ったら、この会社で働けないんですか？って言っちゃった。田中部長、失礼な人だね。見た目に関することは言うべきじゃないって頭に入れておかないと、問題になりかねないよね。はい。最後に出てきた、問題になりかねないの、かねないは、こちらのブログと動画で紹介したことがあるので参考にしてもらえたら嬉しいです。今日はここまでです。いつもありがとうございます。バイバーイ。